アロハ、マニサンダルです。今日は朝の7時半アラワ運河沿いを自転車で走っております。8時から歯医者の予約があるので今から歯医者に向かっていきます。かなり寒い朝です。寒いといっても気温が18度なんですけども、さすがに長袖が必要で、アラワイの沿いの芝とかも朝露が芝についてて湿ってます。ちょうど去年の4月5月頃は牛久加浜南木造周辺をのビーチをこう埋め立てというか改修工事してましたけど、今はこっち東側のビーチを改修工事してます。ちょうどマリオットとかの前ですね。今日は晴れた週末、久しぶりにちょっと、まあ、いつもは散歩ですけど久々にビーチでのんびりしたいと思います。まあ、ちょうどお昼頃なのでお昼を買ってビーチに向かいたいと思います。今回は再開したロイヤルハワイアンショッピングセンターのワイキキフードホールですね。あった、おにぎらふ、ね、おにぎらふとかステーキ、カレー安い。こんなカレーあったっけ。晩ご飯カレーだからちょっとカレー以外だ。甘いな、ディスカウント。行きましょう。
ど、まあ、おにぎらずおにぎらずパステーキコンボかなんか。でもこれすごいね、スペシャルメニュー出ました。デイリークラフトビール2ドルエブリデイそう、アラモアの白木屋みたいな。いいじゃん、この感じで2ドルだったよね。あ、てかバーガーもできてる。あ、ホノルルバーガーもできてるね。いいじゃん。バーガーにしよっかな。いや晴れた。ダイヤモンドヘッドも綺麗に見えるし、そうだね、まあこの時間はちょっと日陰がないから。ロイヤルハワイアンの前に陣取りましたが、結構ビーチ人いますね。そして沖合になんかやってます。なんだろう、あれかな、砂をあそこで、はい、ね、集めてそれをビーチに戻してる。さっきフードホールで買ったのが、じゃーん、美味しそうじゃない美味しそうじゃないこれ。なんだっけ、スパイシーチキンと、スパイシーチキンとビーフ、なんか牛丼の上のやつと、まあライスかサラダが選べたんだよね。そう、ちょっと彩りを考えて。もう一つがなんだっけ、おにぎらというか
ライナー逆光で。真っ暗。美味しそうでも。本当？うん。わかんない。画面越しではわかんないけど。足りんのそれ。アジア系の人は意外にお。ローカルもほとんどいないのかな。なんか白人さんだらけのワイキキビーチっていうのもなんか今まであんまり見たことがないかもね。今日は朝から晴れてたんで暖かくなると思いきや結局23度までしか上がらずかなり涼しい。普通にしてれば涼しいんですけど海に入るとかなり冷たいですね。ちょっと曇ってきちゃったんで今日はもう早めに切り上げようと思います。ほんとだ、結局がっつり曇っちゃったね。だいぶ涼しい、海に入るには寒い。いやでもよくこの寒さでみんな海に入るよね。いやいつも思う。なんかこう欧米の人たちとのこう体感温度の差っていうのをだから筋肉量が多いからあれかな、やっぱり体温が高いのかな。ね、マイタイバーもねまたね、でも結構人が入ってるから。Cool.